はい、どうも、フリクマです。艦隊攻略戦ペルネコレベル14 SFFS レベル5、上級はスパホアバランチに体感番長エクスペリメンタル、イントルーダー、UGB ポイポイと。SFFS はやっぱりね、速度コントロールに慣れないとなかなか使いこなすのは難しい。うわぁ、B1 また来た。よし、行こう。上昇しながら。上向きスイカ、もうほとんどこう止まった感じで。速度で落とす位置を、あんまり下向きたくないよね。近くないんだけど、よっ、じゃあもう一度上昇。この爆撃のあのラインでもってまっすぐ上がってるかどうかを見ると、減速して、で、敵イージス艦撃破。すごい。敵イージス艦ミサイルが撃墜された。さあもう一回。遠距離攻撃では有効なダメージを与えられる。敵イージス艦の収束、強力な対応性能。よっしゃ。速度を落として またこいつか。残り時間あと3分。自分機動隊のダメージ 30%。 敵機動隊のダメージ 70%。 残りあと。敵イージス艦撃破。空母に食らわせて、あと215。どっちでよかった。正解圏のダッシュにより我が軍の作戦を優位に進めることができるのだ。
これか。おお、素晴らしい。拡張して割っとこうかな。また金箱10万くれか。やっぱ、お、ナムコクレジット